参考 CR の平林昇です。今回はですね、ソーシャルメディアは相互リンクにあると見たり、まあですね、こういうまあお話をですね、させていただきたいと思います。まあ、この相互リンクっていう言葉はですね、このソーシャルメディアにがこう今こう全盛の中でですね、この相互リンクっていう言葉はこう聞かなくなったわけなんですが、この相互リンクっていうのはもともとですね、このホームページ同士をですね、まあお互いにつなぎましょうってトラフィックを上げてですね、お互いにこのいわゆるこの事業環境っていうのを高めていきましょうっていうのがですね、この相互リンクのこう考え方だったんですね。お互い様ってとこですね。で、これはですね、お互いにですね、例えば自分のサイトを紹介してほしい、私のサイトにも載せますから、私のこのいわゆる URL をそちらで紹介してほしいっていうですね、こういうやり取りをして、その合意の上にですね、お互いにそれぞれいわゆるこう紹介をし合うっていう、まあ、それがまあ相互リンクってことなんですね。これがまあネットワークを作るその基本っていうことになるかと思うんですね。で、これがですね、そのブログになった時ですね、ブログになってこの相互リンクっていう考え方がですね、いわゆるちょっと言葉があれなんですけど、まあ、トラフィックバックって言いますかね、いわゆるですね、この同じこのいわゆるブログの中のやり取りにはですね、このいわゆる検索エンジンのようなこのキーワードっていう概念じゃなくてですね、いわゆるサイト内のですね、いわゆるその何て言うんですかね、タグっていうんですかね、いわゆる尾を引くっていうんですかね、タグクエスチョンって言いますね。そのタグをですね、いわゆる自分の投稿した、いわゆるその、まあ、サイトにですね、まあ、タグをこう埋め込んでですね、まあ、それをいわゆる検索、いわゆるサイト内検索の対象にしましょうってことをやったわけなんですね。これが、まあ、タグっていう概念なんですね。で、このタグっていう概念はですね、この同じサイトの中のいわゆるコミュニケーションをする、いわゆるきっかけっていうんですか、インターフェースをこのタグっていうわけなんですね。ですから、このキーワードと、まあ、考え方は同じなんですが、キーワードっていうのは、まあ、世界中のいろんなサーバーのいわゆる中からですね、その言葉に準じたものをこう引っ張ってこようっていう、そういう考え方なんですね。で、このタグっていうのは、その同じいわゆるサーバーの中っていうんですか、同じ例えばブログとかですね、いわゆるその中でいわゆるやり取りをするっていうことなんですね。これがまあタグっていう考え方なんですね。ですから、これもやはりこのお互いにいわゆるこう追っかけるっていうんですかね、お互いにこう情報が情報を呼んでいく、情報が情報をよよあの追いかけていくようなですね、そういう形でまあネットワーク作りをしましょうっていうのが、このいわゆるブログの考え方なんですね。で、このブログから、まあ、次こう進化したのがこのいわゆるソーシャルネットワークってことですね、 SNS っていうことなんですね。で、これはどっちかというとですね、ミクシーのようにですね、この、まあ、閉鎖的っていうんですか、閉鎖的ないわゆるグループの中でやり取りをしましょうっていう、これがまあ日本版こういわゆる MSN っていうようなことになるかと思うんですが、これから一つこう脱却してですね、いわゆるこのサイト内じゃなくてですね、外に向けてオープンでありながら、いわゆる SNS っていうその概念をこう持ち込んだのが、この Facebook とかですね、こう Twitter ってわけなんですね。ですから、外に向いてるわけなんですね。ですから、ある意味この仕事に向いてるってことなんですね。ですから、この内向きのいわゆるグループ内のやり取りじゃなくてですね、市場が外に向けてるってことですね。ですから、まあ、今回のこのいわゆる Facebook とかですね、いわゆる Twitter っていうのがこう注目されてるっていうのは、まあ、この辺にあるかと思うんですね。で、この何て言うんですかね、ソーシャルメディアはこの相互リンクにあり、まさしくですね、この相互リンクっていう考え方ってずっとこう尾を引いてるわけなんですね。これがですね、例えば Facebook でしたら、このまあ、確かにこの「いいね」っていうものもそうなんですね。ああ、このいわゆる写真気に入ったとかですね、ああ、この内容気に入った、いいねっていう形でこう意思表示をするわけなんですね。そうすると相手につなこう通ずるわけなんですね。ああ、この人、ああ、自分のものを読んでくれたとか見てくれたっていうようなことで、ある意味ではこう自己紹介がそこでできていくわけなんですね。で、またここに例えばこの写真っていいなと思った時にこうシェアをして自分のサイトでこう紹介をしよう。これはちょっとまた積極的なこう PR になるかと思うんですね、相手にとってみれば。で、こういうことをやりながらですね、お互いにこの、
いわゆるこう気心をしが知れるっていうんですかね、そういうことを繰り返していきましょう。でそういうところで一つのこういわゆるネット上のですね知り合いを作っていきましょうっていうのがこの Facebook とか Twitter の考え方なんですね。で Twitter はこうリツイートってありますですね。まあこういいと思ったのをこうリツイートして自分のサイトでまた紹介しましょうってことなんですね。でこういうふうにしながらですね、お互いに一つの情報っていうものを自分のサイトだけじゃなくてですね、いわゆる相手のサイトにも紹介してもらう、これはまあお互い様っていうことをですね、まあ、ネット上でやっていきながら、まあ、どんどんとこのネットワークの力っていうのを深めていきましょうっていうのがですね、いわゆるこのメディアでネットワークを作るこの原則っていうことなんですね。ですからこのいわゆるソーシャルメディアはこの相互リンクにあり、まさしくお互い様っていう考え方をですね、いわゆるこう形にしましょうってことなんですね。ですからこの例えばこう Facebook なんか見て、まあ私も経験したことなんですけど、この自分のいわゆるサイトにこう相手が書き込むことをある意味でこう嫌うっていうんですかね、あるいは相手のいわゆる情報を自分のサイトに持ってくる、で自分のいわゆる何ですかね、ホームページにあたる、まあ、ページがあるわけなんですね。そこのとこがある意味自分のものじゃなく、こう人のもので、言葉は悪いんですけど、こう汚れてしまうっていうんですかね。まあこういう考え方がいわゆるあるとするんだったら、これも全くネットワーク作りのこのいわゆる何ですかね、こう精神的風土にないってことなんですね。これはもうまさしく従来のですね、こう命令とか、いわゆる資本とかですね、いわゆる自分の持ち物とかですね、いわゆるそういうところがこう表に出て、いわゆるそのなんていうんですかね、お互い様っていうんですかね、いわゆるそういう競争の原理っていうものをこうソーシャルメディアの中にこう持ち込んでしまっているかと思うんですね。でこの大きないわゆる違いっていうのはですね、この競争とかですね、いわゆるからこう強制お互い様っていうところがこの一つのこう精神的こうバックグラウンドにあるわけなんですね。ですからこの辺のいわゆるこの何ですか、気持ちのシフトがされていないとですね、こうお互いに嫌なこう感じを受けるっていうんですかね、と思うんですね。このベースっていうのはやっぱりこう精神的な部分っていうところでいくと、お互い様っていうところで自分のサイトをいわゆる相手にもこう何ですかね、こうオープンにしていけるっていうその度量がないとですね、このいわゆる、まあ、ソーシャルネットですね、ソーシャルメディアの一つの使い方のですね、このいわゆるマナー&トーンってところから来るとですね、ここにないとですね、これが一番最初に戻るこの総合リンク、いわゆるソーシャルメディアはこう総合リンクにあるってですね、お互いにこの紹介をし合うそういうものであるっていうことをですね、こう意識されたがいいかと思うんですね。ですからこのいわゆる自分の Facebook のページにですね、他人の書き込みとかですねがあることは、ある意味ではこの自分のいわゆるメディアの誇りっていうくらいのですね、そういう一つのやっぱり考え方でこの、まあ、ソーシャルメディアっていうものにこう対応するっていうのがですね、まあこれからのですね、ソーシャルメディアに対する、これからっていうんですかね、これがソーシャルメディアに対する、いわゆるこの作法、マナーっていうことになるかと思うんですね。